はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでロックさんですね。はい、コートキングを2つです。で、1個1個開けていきます。で、発送は明日になりますのでよろしくお願いします。今日もちょっと山さん締め切っちゃったので、はい、よいしょ。今日は本当複数コートキング買われる方が多かったですね。はい、ワグナーですね。で、ビーンさん、ミドルトンで、パラレルはカニガムの赤、赤は149だったかな、そうですね。はい、で、サインマスターストーク、ポク君ポク君のこれ青か、あ、35、やっぱ人によって違いますね。これ青っぽくないかな、パープルの方かな。うん、ポークセーフ好き、どうですか、成長してる。うんね。はい、で、メモラ、はい、あ、アイビーだ。はいね、ルーキーもねいるんですね、これにね。で、キーガン・マレーのマエストロ、ウォーターカラーのヤニス、で、ケスラーのクラス1とアッシュ3だ。おお、あ、ジャレン・デュレンの方か。はい。ね。デトロイトはアイビーもね、いますからね。もう3が出ましたね。うん。サインはパックか。はい、2箱目。エンビード。ドノバン・ミッチェル。キャブスなんだよね。河合さん。で、パラレルはベインですね。あ、この下サインだ。よいしょ。99。で、サインです。横型。マックス・クリスティですね。それの金だから通常199。はい。ネムメンブ、ネンブさん、はい、アンドリューさん、ネンブヘハードっていうの、うん。で、インサート、まずはね、ナラビアさん覚えてきました。お、マスリーのファーストステップです。あ、ジャバリスムス。うん。あ、また3だ。あ、アイビー来た。これいいね。はい、マスリンの靴ね、出て、ジャバリスミスでアイビーの3。ねえ。うん。いいね。はい。ドラフト1、2、3ってわけではないの。ちょっとわかりませんけどね。はい、ということで、サインはマックス・クリスティの199とポク君。ポク君ね、成長してくれてるといいですけど。サンダーが全体的に良くなってくるとね、いいね。うん。いや、ルーキーカードが結構良かったね。ルーキー系のね。うん、まあ、サインで当たれば全然いいんですけど、あとレアラインサートとか。まあ、ルーキーカードも結構いいですね。アイビーのこれ3はいいね。うん、はい。ということでね、発送は明日になりますので、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。